はい、東大センターの安田です。気候系のエコスポットというのが一番についてございます。私のは著者が全部で10名いるということで、まあ、これはどういうことかと申しますと、実はですね、この平成20年か26年に、文科省の科研費に進化するという全国規模のプロジェクトを採択されまして、まあ、それの概要について、ご紹介をしたいということでございまして、まあ、この今の10名というのはこの全体、まあ、全国の気象海洋研究者が大体60名、それから研究員10名、そして、まあ、大学院生、まあ、30名以上と、まあ、特に私どもとしては博士課程の院生が発足当初、まあ、9名ぐらいだったのが、まあ、21名増えたというのが、まあ、人材育成に貢献したかなと自負しておりますが、まあ、それ の、まあチームに全体のプロジェクトをリードした面々でございまして、まあ、海洋をから出身の方から、まあ、気象出身の方、まあ、チームを組んで、まあ面会としてプロジェクトを遂行したということで、ございます。ただし、まあ、この面会のあれですね、成果を、まあ、この限られた時間で全てご紹介するのは非常に難しいので、よこしておきましたけど、まあ、ちょっとどういうふうに考えてこういうプロジェクトを立ち上げたか、それから、まあ、非常に限られて、私も本当に、バイアスのかかったあれですけども、限られたこちらの結果のご紹介をして、まあ、どういうところが少し分かって、それからどういうところを今後さらに進めなければいけないかという、そういうところで、まあ、展望を少しご紹介していければと思います。それで、まあ、成果については今年中には出ると思いますが、気象研究のほうに特集を計画しておりますので、そちらで全てご覧されると思います。で、ホットスポットとは何でしょうかというと、実はこの、海洋循環のですね、まあ、熱輸送の役割に着目したものでして、まあ、亜熱帯循環系、これ風で駆動されていますが、ね、広い意味で言うと熱帯で受け取った熱を、まあ、中緯度に運んでく、るんですが、それがですね、この西岸強化というプロセスによって、その太陽の西の辺でですね、非常に強い狭いけども強い暖流を形成して、まあ、そこで大陸からの、まあ、冷たく乾いた冬の熱輸送、海洋が熱が出取れるだけでポイントのブースですが、まあ、非常に狭い範囲で集中的に、海洋から大気に熱を放出されるということでホットスポットでございました。北西太平洋は冬のモンスーンがありますから、まあ、メキシコ湾に比べて石油輸送されて倍ぐらいの熱が出て大気に出されているということです。で、まあ、こういうプロジェクトですから何か新しいことをに挑まないといけないということで、我々が、まあ挑んだといいますか、テーマとしたのは、中緯度の海というのは本当に大気の変動に対して受動的に、振る舞うだけなのでしょうかということです。で、気候力学の、まあ、分野ですと、まあ、これも常識というのがありまして、まあ、中緯度よりの気候変動に卓越するのは、先ほど来出ている、ね、エルニーニョなどの熱帯の海の大気海洋結合変動が、まあ、大気の中間偏差を通じて及ぼす、まあ、変革影響。まあ、これはエルニーニョの典型的な冬の、あれですね、色で海面水温の偏差で、まあ、海面水温気圧偏差と、まあ、重ねておりますが、まあ、塩素がエルニーニョが起きたときはエリシャン低気圧が東にずれ強くなる、その南西側で広い範囲で海面水温が下がる、まあ、これは明らかにこの偏西風が強くなって海が強くかき混ぜられて多くの熱が出たということで、これは大気や海洋にもたらした影響であるというふうに考えられています。で、もう一つは中緯度域というのは、さらに大気循環の内部変動を非常に卓越するところでして、これもやはり水温偏差を強制しますので、まあ、そうやってできた水温偏差は予測可能性には寄与しないという、まあ、そういうことになります。ですから、まあ、これまとめますと、水温偏差は大気循環偏差、基本的にこれ停滞ゼロスピアですから、かなり大きな規模になりますし、それから、なんで冷たい水温ができ水温偏差ができたかというと、それは多くの熱が大気に奪われたからであると
ということで、海面からの熱放出と海面水温の変差は不相関になるからです。で、まあ、こういう場合ですから、海面水温の変差をあの境界条件としてあったりいただいているわけですけども、その方法を検出することは、まあ、ほぼ可能です。で、もし仮に濃度的な影響があるとすれば、この、そうではならない可能性があります。例えば、その海洋のもともとが持っている循環の規模というのは、まあ、非常に、まあ、変形よりも小さいですし、まあ、小さいものですからですけれども、まあ、大気温もこれに習うような小さな規模になる可能性がありますし、そもそも海流変動に伴ってあの暖かい、より暖かくなれば、そこから多くの熱が出されるはずということで、先ほどの熱放出と水温変差の相関は逆に正になります。それから先ほどのホットスポットの考え方から言えば、あれは気候学的には濃度的です。まあ、こういうものをあの、最新 の, この観測データゲーバーの数値も提供で再検証しましょうということです。で、これで、まあ、ただし、変動に対してはこのあの、変差に対する音としては内面の大きいので、まあ、大気モデルの再現はこれも容易ではないだろうということは想像できます。で、まあ、もともとこれ、あの現在 の, あの公海道路のデータだと、まあ、今度は海はこんな感じで、非常にこう、ジェットとかですね、物理に満ちたものでして、特に海洋性内にこう強いジェット、天下球界の幅に広いタンクとか水温の性能、ここにも衛星観測でも分かっているということで、例えばこの太平洋大西を考えていても、この湾流に沿ってですね、降水帯が形成されたり、あるいはこの蛇行する、黒潮沿いに、海上風速が強くなるというのも、こういうのもおそらく注意の意味が大気に及ぼしたいと思うでしょう。で、もう一度この今のホットスポットで、ね、起こりうる、まあ、現象について、この衛星観測による降水 で見てみますと、夏はこの暖流上で強い、降水帯が、まあ、割と、あれですね、限定されていますが、冬になりますと、そのさらに暖流から沿いの下流側ですね、海岸中央まで降水帯が広く伸びている。で、これはですね、実はこの、下の図で示しますが、緑の線がこれがいわゆる移動性の高気圧低気圧による極向きの熱輸送の分布図でございまして、色がこれが水温 の, あの南北あの勾配を示します。ですからこの水温差があのいわゆる水温前線というところで、いわゆる高気圧低気圧が頻繁に発達して、まあ、それによって降水帯が見えているということで、まあ、ここに関わるような様々なですね、スケールの軸がスケールの変動が、まあ、関わっている、まあ、高い層の相互作用点が形成されているであると。で、まあ、もう少し詳しく見てみます。その境界層のでどういうプロセスか、これはもう熱や水蒸気や運動量とか非常に重要ですが、2通りの主な考え過程が考えられていまして、1つは、高い水温が高ければ清掃が不安定化して、いわゆる風運動量の延長方法が、まあ、促進されるので海上部が強化されるでしょうということです。これは日本の東海上の、まあ、冬の平均的な状況です。全ての観測データですが、これ海面水温が今度は大体で色が、あれですね、海上部の赤が収束で海上部が発散です。海上部が発散です。こちらは同じ収束が伝わり、今度はこれ海面水温の勾配をとっています。ですからこちらですと、海面水温の勾配に収束が伝わり対応するはずで、例えばこういうところですね、では延長高温過程が割と効いているでしょう。ところがこの暴走期ですね、ここはむしろ海暖かい黒潮独立で暖流そのものの上で収束ができていますから、まあ、これに応じてこれは気圧調節、つまり暖かい、より熱が出るところで海面気圧が低下して、まあ、そこで収束が起きるでしょうということです。で、まあ、それ、まあ、この2つの効果に応じて、まあ、このように例えば雲の出来方が細かい構造が見えてくるということです。で、まあ、この2つは強く結びついてますし、さらにその先ほど見た低気圧が発達する繰り返しあったり、それからそれによって出てくるジェット気流やその惑星やといったもののプロセスが変わっていきます。で、
まあ、今これは平均的な状態ですが、じゃあそれが破損体験にどう影響するかということで、一つの例を示します。で、日本の東海上のこの黒潮の俗流といいます、それにはですね、実は2つの異なる人間レジームがあるというふうに知られています。これ黒潮の俗流の流軸を持っていただければいいですが、非常に安定に比較的まっすぐ流れる時と、それからこのようにですね、非常に強く蛇行して流れる時期が2つがあります。で、この安定な時期に比べて不安定な時期というと、ここから断水図がどん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 設立されて、この日本の東海上ですね、ここで水温を、温める、高くするという効果があることが分かっています。で、この差を取るとまさにこのように安定期と不安定期は、俗流が比較的冷たくて、その北側が温かいという、そういう海面速度の差になっていまして、で、同じようにしてこれ、観測される、海上の熱フラックスの差を見ると、これは暖かくなったところでより多くの熱が出ているということで、SST と熱フラックスの活性相関、これはまさに海洋の変動が大気に熱共生をもたらしているという証拠でございまして、それに応じて、衛星観測による、運量も少し増えているということが分かります。で、こういうことの降水ですが、先ほど冬でしたが、夏ですとこれがですね、例えば東シナ海の黒潮の本体のところで、現れていきます。例えばですね、これ5月の下旬ぐらいからですね、こういうケースが出てくる、時々観測されます。梅雨前線はこの北緯28度というのがあるんですが、実際の降水帯がこの黒潮の流軸上に、形成されるということです。で、これはまさに南からの湿った風が、ここで収束を起こしているわけで、こういうイベントがいくつか重なると、ここにあるように、トリムで測ると実は6月なんかはこの沖縄の西側で、この、降水のマックスが起こると。で、そこでは、海上が強くなっているという、そういう関係が見えています。で、6月はまだ冬に強く冷やされた東シナ海は、あれですか、冷たいままですが、7月になりますとですね、この梅雨の間にどんどん東シナ海の北の方まで温まってまいりまして、そうしますと、例えばこの九州の西の方で降る集中豪雨が降る時の雨というのは、実はこの、その南西側の水温が非常に強く、かなり強く規定されるということを、この数値実験から示すことができました。ですから歴史的な集中豪雨というのは大体7月の中旬から下旬に起きていますが、まさにそれは水温が上がってきたという、そういうことも一つ重要な要因であるということもあります。これが日本付近の天候等にあるこれも成功ですが、実は低気圧の発達とかそういうことに関しても大変な成果が出ております。で、これ今まで北半球でしたが、ちょっと南半球も少し見ていきたいと思います。で、これ同じような話はですね、これ南半球冬の状況なんですが、海上風、これ西風の強さと、それからここは水温転線の緯度なんですね、このトリテンスは。かなりよく一致していることが分かります。で、これこの、アガラスカ天竜の、ここは南アフリカ、ここだけ取ってきたんですが、この暖流と寒流の間の水温ですが、そこにこれ降水重ねると、このように降水帯が出てくるということは、これ低気圧が繰り返し発達されているということです。で、これに関しては暖流から供給される水蒸気がここの低気圧の、エネルギーになっている発達を寄与しているわけで、それとともに、水温前線を挟んで暖流側、寒流側の海面からの熱フラックス、その差が大きく、気圧線の位置に、影響しているので、低気圧が次々発達できるということです。例えばこれが海面からのフラックス、これ南半球ですから、南風の時に、寒気流になって多くの熱が出ますが、それによって寒気がどんどん温められるということで、この水温前線のところの、気温差がすぐ戻るという、それによって次の低気圧の発達も可能になるということです。で、この影響がですね、どういうふうに影響したのもたらされる、今の平均場ですが、それの揺らぎとして出てくる感情の変動というのがあります。
これもともとジェット何もなければ東西対称になるような西風の変動です。でこれはあの、高緯度側で、まあ、反対の地域で、西風が強くなるような理想ですね。で、あの中断熱帯で、西風が弱まるようなそういう理想です。でこれは西の理想です。富岳の逆になりますが、これ南半球から東西調整高いんですが、それでもよく見るとこの、緑で囲った南インド洋とそれから南太平洋では実は緯度が随分違うわけです。で一つはですね、この南インド洋では水温前線が45度付近になりまして、西と負のこれ、西風のプロファイルです。西と負と西風のプロファイル、まあ、割と近いですね。でそれですね、南太平洋というところで水温前線50度まで、こういうものまで詰めます。でこの西の磯の時はですね、この西風の軸がちょうど、まあ、水温前線に対応するように移動するわけですが、でこれはあの、水温前線からの影響を強く、熱的影響を強く受けた、まあ、ある意味の目印である。ところが負の場合はそうではなくて、水温前線が10度変わりましたが西風の色は今度変わりません。でこれは実は水温勾配を流してしまった時に現れるような、あの変動状態と非常によくて、まあ、これは大陸内部力学の、まあ、変動を反映したもので、まあ環状モード変動というのはこれの揺らぎを示したものではないかという作業仮説が考え、まあ、られたということです。で、あの駆け足で回ってきましたが、これとあの今までのですね、これものの見方です。で、まあ、大陸は大陸で、平均場とそれがその揺らぎというもので、いろいろあるわけですね。で平均場と言われるその揺らぎ、平均場にもいろんなイベントの重なりができてくる、低気圧が出てくる、雲降水系のケース。で、まあ、あのこういうものを通じて、あの製造形態みたいなケースも起こるし、まあ、とにかくこの熱帯の影響からの、あの、まあ、卓越する。で、平均場はこの平均状態が、まあ、移動します。大気温が風船に対して循環で移動します。ということでした。で、前線に対できて。で、まあ、あの変動も全てこう、から変えるでした。でこれが中度回路の自動性という部分でしたが、我々の研究から、まず能動的にホットスポットは平均的に、影響、大気の状態にも影響しうる可能性がある。でその変動自体も先ほどの黒潮東京変動でありましたように、まあ、これがあの、影響する可能性がありまして、まあ、それで、まあ、その影響がさらにイベントそれからその及ぶ可能性があるということまでがだいぶ分かってきました。抽象的に大変申し上げないですけど、まあ、こういうことが分かってきたわけです。で、まあ、平均感があれば当然遠隔変動の具体的な現れ方も変わる可能性ですが、で、その、まあ、こういう恩恵をもたらしたというのが、こういうチーム構成、それから最新のその、データ数値で、まあ、いうことがありました。でそれからその豊富な計算資源、まあ、最近はということで、まあ、数値モデルの高解像度が調整していく、さらにこれ、アンサンブルが一番重要です。微小な、微小な資源かもしれません。まあ、それで最新のデータ、これが衛星データ、段階の再解析の高度化、それから海洋動態データの高度化、これ非常に大事です。で特にこの衛星観測に基づく高解像度 SSD と、それから平滑化の SSD を大気モデルとか北極対象として与えましょう。で、これをさらに比較するということで、あの幅の狭い残留数が水温前線の大気への、まあ、影響というのが、まあ、これによってかなり確認できたということは大変ちょっと分かり方だと思います。では、その、まあ、確かに高解像度も非常に重要なんですが、一つ、現場観測から見えてきた課題というのがあります。でこれは2012年の7月にですね、放送機のこの黒潮の続流があります。そこの、前線があります。ここを横切る、3隻同時に観測しました。でこちらに、この143度の経度での、まあ、移動時間のこれ海面水温ですね、分布を示しています。この9色の形のところの前線です。でまあ、この数日間で少しかなり移動しているわけです。北上しているわけです。で、これに応じて、これ全部これ存
伺われたポイントです。で三席同時でありました。で何が分かったかというと、まあ、特にですね、これ北風で寒気流があるときにこの冷水側と暖水側で雲の運転のコールがだいぶ変わるとかですね、あるいは下吹きの情報値が大きく変化したとか、いろんなコントラストがあります。でもう一つの発見はですね、実はその当時使えた海面水温のデータ、衛星データ、それから、海洋の動化データ、すべてこういうような急激な変化を表したことはありませんでした。ということで、実は我々は SST、海面水温の微細構造の、自分だけと、実はまだ完全に捉えきっていないという、そういう問題があります。で、それからこの幅の狭い暖流とか水温前線の、表現、このあたりは、もう本当にこれは、特に海洋モデル、ケースモデルでは、これは渦を、海洋を進めて許容するような、高解像度が必要であるということです。で、これによって、海底地形の効果とかですね、この大陸沿岸海の、水温の分化という表現が改善されます。で、で、こういうことでですね、結合モデルによる、気候災害の将来性における効果が分かるのが非常に重要で、次の IPCC で、データ、CG の中に入るというのが、来るのがです。それから、結合モデルの効果増加というんですが、これ、細かい説明は省きますが、実は、高解像度化すると先ほど の、 水温とそれから、あれですね、水温前線と、海上変成群の結合が強くなるということで、これが新たなモデルバイアスの原因になるという可能性すら出てきています。で、高解像度化したご利益というのはどういうことかというと、一つは、一つのモデル結果の例なんですけれども、先ほどの黒潮の続流、これ10年くらい規模でですね、暖かく冷たくなったりする時期もあります。で、その時これは前線が北上した時期なんですが、 それを解明するようにこの、データを与えたり、水温を、偏差を与えて、台風も出て、で、境界状況にしたりました。こちらは、25キロの解像度で、示した下層の平均風と、それから、あれですね、移動性障害伴う熱輸出、加速の熱輸出、ストーントラップの活動です。これが平均まで、それから色をつけたのが偏差です。で、こちらは割とうまくいってます。東方にこれ、高気圧での加速にも上層にも高気圧、海域高気圧の順番の偏差ができて、ここでたくさん出た熱で、出ますと、ですね、低気圧の活動が実は活発なさらに北上する。ということで、それのフィードバックから出てきているようです。ところがですね、これ、100キロモデルでやると全く違う構造で、このたくさん出た熱がですね、この平均の寒気流によってバランスされて、こういうモードができて、低気圧のモードができてしまうということで、こちらは実は我々が観測データから得られた時間が先ほどから違う。で、ポイントはモデルの中のですね、これ対流性画面を細かくすることで、できるようになったということなんですが、問題はですね、やはりこれは対流性構成をからは、表現しているわけではございませんので、モデルの中の対流性によってこの敏感性が変わっている可能性が出てきているということがあるのです。これがまたその、対流性の確実性を生むそこの要因になると思います。はい、それで、コミュニティのご質問ということで、5年間やってまいりまして、一つはその現場観測ですけど、船舶 V で得られた観測データ、これは、仮想大気や海洋上昇の、これ数値モデルをこれからやった上でですね、評価用の貴重なベンチマークのデータになります。それから、集中観測地の、実測データを加味した、動画データも同時に、提供して、する予定でございます。それからもう一つですね、少し紹介してしまいましたが、気象庁昨日昨日は大野美さんからご紹介した J ライトという方法ですね。このファミリーの一つにですね、今追加プロダクトを、これは気象研究所と、東大の共同研究で作っております。で、皆さんがお使いの、プロダクトの海外数のデータ、神戸 SSD で、これ
ここ30分ほどはですね、0.25 度の解像度の解明した、これ衛星観測に基づくんですが、それがあの、できま、あの使えますので、それをこう解明するような部分だけ差し替えて、まあ、追加プロダクトを作って、現在かなり進んでおります。で、まあ、これ一つの例なんですけども、こちらが、右側が今までの解明するようなデータを与えたものです。で、こちらがですね、衛星観測に基づく解明するデータを与えたもので、先ほどお示しした、黒潮の続流の不安定な時期で、この東海上があったかい時期から冷たい時期、安定な時期を引いたものです。ですので、こちらは衛星観測のですね、解明するようを与えると、これはあの色はですね、コンターが解明するようになる差、それから、色がですね、少しの差ですが、観測で現れたようなきちんとしたものが現れるということです。でそれに応じてあのモデルの中で解析される、降水の、この暖かくなったところで雨が降っている、冷たくなったところで減るというのがきちんと現れる。こちらではそうなっていません。ということです。それから、これもあの、歴史次第ですね、国内外に公開する予定であります。最終段階です。それから国際連携の強化です。これはあの、プライバーの下にですね、クライメートダイナミクスパネルというのが作られました。これは国大のミノルが、中心的に、活躍をしております。で、ここではハイレズミックとの連携を強化しているということでございます。で、これらの、まあ、5年間の成果ですけども、そのうちのいくつかですね、アメリカの小学会 の, あのスペシャルコレクション2つに、収められて、入っているものが多くあります。それから、2015年の10月に海洋学会の国際ジャーナルオーシャンフの特別セクションを組みまして、そこからのスキンブックも作成いたしました。それからこれは先ほどお伝えしたものですが、気象研究ということで、まあ、このように最後まとめさせていただきますが、もう一度これをご覧いただくと、この、太いものと細いものをわざと線をつけて太さを変えています。太いものはやはり何といっても圧倒的なものです。ですから中緯度 の, あの、まあ海洋が大気に及ぼす濃度的な影響というのは確かにあることがあるんですが、やはり、必ずしも卓越したものではありません。ですからよりその高解像度の新しいデータ、それからさまざまなですね、モデリング、高解像度のモデリング等を使ってですね、この評価がどれくらい重要なのか、それから予測可能性どれくらい必要なのかということはこれからも評価し続ける必要がございますし、それから見えてきた課題でもいろいろありました。ですから例えば海面水温の状態がきちんと実は我々把握できていないとかですね、そういうものは